家族との思い出。一番覚えてるのは、子供の頃にみんなで山登りに行ったことかな。最近は、どうだろう。家族みんなで一緒に出かけることなんて、めっきりなくなっちゃったからな。って、ごめんなんかしんみりしちゃったね。ねえ、 あなたの家族との思い出ははじめまして、あわねろです。手伝ってほしいときはいつでも言ってね。同じ魔法少女の仲間が困ってるのなら、私は助けたいから。頑張れば頑張った分だけ強くなれるっていうの、嫌いじゃないよね。 校長達成 <laughs> なんてね。でもほんと、そんな爽快感。一歩一歩は小さくてもさ、積み重ねていけば、大きなものになるよね。最近コースター作りに凝っててさ、短期間でパパッと編めるから、デザイン変えて、 いろいろ作りたくなっちゃうんだよね。今はブランケットを編んでるんだ。編み目に凝って、パッと見はシンプルなんだけど、よく見たらすごいってのにしよっかなって。最近セーター編み始めたの。ちょっと複雑なノルディック柄のデザインにしようと思ってて。<laughs> 今までで一番の力作になりそう。山に例えると、今は何合目くらいだろう。<laughs> 一区切りだね。なんだか生まれ変わった気分。ここからまた、再スタートだよね。 私が家族を守らなきゃって、責任全部背負い込んじゃうなんて思い上がりだよね。私一人だけで、どうにかできるものじゃないんだから。やっぱり私は、幸せな家族でありたいって思う。でも、それは私一人で気づけるものじゃない。だって家族だもん。 お父さんとお母さん。それから私。家族三人で気づいていかなきゃ、意味がないんだよね。ヤっホーうん、<laughs> 待ってた。ああ、へきへき。雑誌読みながら待ってたから。えあ、違う違う。ファッション雑誌じゃなくて。 手芸の雑誌。普段登山してるからかな。朝は得意なんだよね。まあ、もともと得意ではあったんだけどさ。朝はゆっくり準備したいしね。お腹すかないそろそろお昼ご飯の時間でしょそうだなあ 和食洋食パスタラーメンうーん。どれがいい帰り道に手芸屋さん寄ってもいい家にまだたくさんあるんだけどね。でも、新しい毛糸が出てると、また欲しくなっちゃって。一日の中で、 この時間が一番好き。用事とかぜーんぶ済ませて、ゆっくり編み物するの。静かな中で編んでると、落ち着くんだよね。編み物って、なんか古いイメージ持たれることも多いんだけどさ。でも、配色とかで今風っていうか、おしゃれなものも編めるんだよ。 さてと、私たちも魔女退治に出かけますか。それが、願いと引き換えの使命だもん。自分で選んだから、きちんと果たさなきゃね。私たち魔法少女そっくりの敵と戦うなんてさ、これは敵だって、頭では分かってても、やっぱり、 いい気分はしないよね。スポーツの中だったら、持久層が一番好き。苦しい。でも、頑張ろうって。自分自身と戦ってる感じがいいっていうかさ。自然の中を歩くだけで、十分癒されるっていうかさ。でも、まあ。 やっぱり、頂上にたどり着いた時の爽快感が、一番好きかな。へえ、トレッキングって、頂上を目指すことを目的としない山登りのことを言うんだって、知ってた編み物と登山ってさ、 フドアで正反対に思えるけど、少しずつ積み重ねていくって点では共通してると思わない山登りって言ったら、私の中では家族で行ったピクニックなんだよね。一番楽しかった思い出で。だから登山が好きになったのかな。 その人のためって思っててもさ、その人が喜ぶことで、結局自分が嬉しくなったり、自分のためか、人のためか、曖昧なものだよね。今さ、お父さんとお母さんにって編み物を編んでるんだ。お母さんにはショールで、 お父さんにはクラッチバック。マサラは本当にすごい人だよ。尊敬してる。どんな時も、誰に対しても、正直であるって、すごく難しいことだと思うから。みんなのためにも、全力で頑張るよ みんな、怪我はないはあ、ドキドキした。<laughs> ほっとしたら力抜けちゃった。あのさ、もし何か編んでほしいものとかあったら言って。あと、何かあればね。 無理やりなプレゼントになるのは嫌だから。ただ、いつか気づいてほしい。この子、まるで死ぬことを恐れてない。私が守らなきゃいけなかったのに。私は私のために生きるって決めたから。そんな簡単に家族を壊さないでよあなたと、 一緒にいてもいいですか